シエナはトヨタ自動車がアメリカ合衆国で製造し、北米を中心に韓国、台湾で販売するミニバンである。日本国内では並行輸入の形で、少数ながら存在する。特にアメリカではサッカーマムを中心に人気が高く、海外戦売車の中ではトヨタタンドラ、トヨタタコマ、トヨタ4ランナー、トヨタ FJ クルーザーに並んで人気車種となっている。 エンジンは 269PS の3 5リットル v 6にクレーン FE とベンザに搭載される 189PS の2 7リットル、時期4、1ARFE の2種で、共に 6AT と組み合わされる。駆動方式は両、エンジン共に WD とオードから選択可能。サイズは、さらに大きくなり。 全長5085メートル MX 全幅1986メートル MX 全高1750ミ、mm、リメートル、ホイールベースは3030ミリメートルとなっている。韓国、台湾でも発売されているが、台湾ではサイズがシエナと比較し小さいが、高級志向のアルファードと、並売されている。2020年5月18日、北米トヨタが、同社のトヨタベンザと同時に、 インターネットの動画で発表された。エンジンラインナップは2.5リットル直列4気筒のハイブリッド車のみとなり 2WD とオードが選べる。今回のハイブリッドはシステム合計で 243HP を発生させ、すべてのモデルで最大3500ポンドの牽引に対応。北米トヨタの測定値では燃費は 33MPG と発表されている。 スーパーロングスライドを歌う2列目キャプテンシートのスライド量は 635mm という長さで上位グレードにはオットマンを装備している。7人乗りと8人乗りを用意するが、このスーパーロングスライド機構は7人乗りのみに設定されている。グレードは最上位のプラチナム、リミテッド、スポーツグレードの XS、z l LE のラインナップとなっている。ありがとうございます。